ハザスルビロです。今回ですね、ぷよクエ、ハイキューコラボやってますんで、ちょっとクエストをやってみたいと思います。このいいですね、この映像。日向影山、ミヤツインズ。このクエストで、いただき、ぷよぷよバレ、いただきでいいかな。これで合ってるんですよ、コラボが。ちょっと見ていきましょう。クリアしたんですけど、プロローグからちょっと見ていきたいと思います。落ちた強豪、飛べないカラスと呼ばれたカラスの高校バレーボール部。彼らはその汚名を返上するため激闘を繰り返し、頂きに向かって勝ち進んでいた。えいツンツン、えいえい、なんやこいつ。某年12月初旬、ある者はその実力を買われ、全日本ユース強化合宿に、またある者は宮城県1年生選抜強化合宿に。あ、これもうあそこなんですね。もう合宿が合ってる時の話とリンクしてるんですね。ムキ、こんなに可愛いパプリスの前で居眠りなんて許さない。なんだこいつ。そして声のかからないかったものは選抜強化合宿にこっそり入り込み、勝手にボール拾いをしていた。これ日向のことやんはずだったのだが、えい、スパイカーパプリスのダイレクトアターク、うん、ひらがなやけ分かりにくかった。バイン、日向、フギャー、はっ、ここどこだ。確か俺強化合宿でボール拾いしてたはずなのに。わわ、起きた、逃げろ逃げろ。喋るリス、ここって一体。あ、こういうことね。力が欲しいか。いただの式がたいのなら、いただきの景色が見たいのなら、うん、なんか何が言いたいか分かったんやけど、私に従え。いただきの、ああ、いや、日向だって分かってるやん。私に従え。ぼーっとしてる場合か、とりあえずこっち来い。急に慣れ慣れしくなったな。ぼよぼよしてると元の世界に帰れなくなるぞ。なんだよそれ、すげえ怪しいな。まあでも、いただきの景色は気になるし、行ってみるか。あー。ボール拾いしよったら、この世界に来ちゃったっていう設定なんだ。お、月！うわ、何この感触。無理でしょ、これでバレーなんて。うわー、影山も来たよ。まともなボールがないんだから仕方ないだろう。黙ってブロックしろ。いや、もう練習しよう、こいつら。まだまだ次のパブリスパイク行くよ。あれあれとか言う、日向。影山と月島ちゃんって、これまさかバレーの試合？当たり前だ、俺がトス上げてんだからバレに決まってんだろうと。ぷよよん、え、バレてますか、その見るからにぷよっとしてぬるっとしたボールは。ぷよぷよでやりよんか。まあ普通ならこうなんだよ、王様は。俺にも打たせろよ。君たち本当なんなの。とりあえずバレできればいいんやな。ぷよぷよだろうがボールだろうが、こいつでバレしろってんのはそれに合わせるだけだ。なんか来た。お前ら仲間割れしてる場合か。相手はあっちだ、ひるむな。誰、なんか剣持ってる。この隙にもう一点狙っちゃうよ。さっきの喋るリス、試合で勝てねば元の世界に戻ることはできないぞ。そんでもってさっきの変なおっさんの声、勝たないと帰れない。バレーで、うん、バレーで、クフフフ、バレーができるならしゃあない。うっしゃ、やってやろうじゃん。日向の口調が変。なんかもう本当の日向じゃないみたい。ちょそこのおみゃー待つにゃ。おみゃーチームメンバーじゃないにゃ、勝手に入るんじゃないにゃ。へ、お、俺メンバーじゃないとダメなの。どうしてもと言うならぷよぷよ拾いお願いしますね。ぐぬぬ、どっかで聞いたことがある展開。ああ、ボール拾いみたいな感じでぷよぷよ拾いせないけんのや。おい、再開するぞ。日向に対してあっさりすぎやろ、影山。行くよ、第一試合再開。なかなか、うん、仲良しパプリスチーム VS 名もなき寄せ集めチーム。そもそもバレとは一体何なんだ。今それ聞くの。とにかく俺のあげるぷよぷよを思いっきり相手の陣地に打ち込めと。ふん、簡単なことだ。たあ、ぷよよん、ボイン、ふ、アウトです。ああ、ふ、見ろ、あまりの凄さに相手チーム固まっているぞ。アウトは相手の得点なんですけど、コートが適当なせいでどのぷよぷよを拾えばいいのかわかんねえ。なるほど、つまり今のアウトがコートの中に入るようにすればいいんだな。おお、待って、なんだかものすごい嫌な予感がする。ザリ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 。うわー、お兄さん、なんで勝手にコートのライン引いてんの。そういうこと？落ち着け。要するに相手のコートがものすごい広ければこっちが有利だ。そういう解釈しちゃう。落ち着いてないのはあんたの頭でしょ。インインイン。あれ、全部ボールが拾えない、不思議。ああ、相手もアホすぎてコートのことに気づいてないみたい。ああ、ふ、俺の素晴らしい起点のおかげだ。あ、そういうこと？バレーを知らんのよ、この人たち。なんでバレーの試合しようってなったんやろ。試合終了です。仲良しパブリスチームさんの負けですね、ゲナ。
悔しい、次の試合こそパブリスたちが勝つんだからね。何なの、勝ったの、これ勝ちでいいのこれ。クソ、あのぷよぷよってやつ思ってたよりコントロールしづれ、次の試合ではもう少し調整しねえと。次の試合があるんかい。とにかく第一試合突破だ、次も頑張ろうぜ。お前はメンバーじゃないけどな。しかし本当、何でもありだなこの世界。いや本当やな。終わりました、これがプロローグですね。次、強豪選手が勢ぞろい、これいきましょう。というわけで、謎の世界でバレーの試合をすることになった名もなき寄せ集めチームのみんな、同じカラスノ高校のバレーボール部メンバー影山と月島ね。あとは剣持ってる自信満々のお兄さんと、腕を伸ばしたりしてる自信満々の女の子、腕を伸ばしたりしてる、マイク持ってる自信満々のお兄さんと、ネット持ってる男の子、あとカラス、カラスらしき何か、そして俺、日向翔陽、みんなでぷよぷよバレー勝ち進むぞ。よし、次も絶対勝つぞ。なんでそんなやる気なの、バレーでもなんでもないじゃんあれ。せめてまともなボールを使わせてよ、こんなベタっとしててぬるっとしてて。ああ月島が切れた。しかしぷよぷよボールってやつは弾まねえし、重心が定まらねえし、タイミングが難しいな。もうちょっと指の角度とか変えて、うまい具合に。だから君はなんでそんなに馴染んじゃってんの。影山は次もっと早いタイミングでトスくれ。日向もやる気にならないで。タイミング早めるには、そうか、思い切って高めに上げてみるとか。あのね、切れた。なんやこいつ、そこの人たち、第2試合で戦うのはチームネガティブ&ポジティブの私たちだよ。今回特別選手としてとびっきりネガティブな人を呼んでます。え、うおほ、マジで俺はネガティブじゃなくて慎重なだけだって。サクサ来た、マスク、あれはサクサさん、あいつここらじゃ見たことがないな。サクサさんはちょっと変わってるが、バレーはうまい、気をつけろ。雑な紹介だな。大体なんでまともなボールがないんだよ、ピューピューとかいうやつと来たら。弾まないし、ベタベタするし、ピューっとしてるし。ツッキーと同じこと言える。お前みたいなこと言ってるやつが向こうにもいるな。それが普通の感性だからね。みんな頑張れ、俺も全力で拾うからな。ポジティブすぎやな、こっちは。第2試合、ネガティブ&ポジティブチーム VS 名もなき寄せ集めチーム。ピューピューこっちに飛んできた。ふふ、それ、いい位置。2、またなんか変なの出てきた。あいつら結構うまいな。3、また変なの出てきた。4? 5ぴょん。バレは3回で相手に返さないと。そうなの、じゃあ次は気をつける。気を取り直していくぞ、それ。せーの。1、2、サクサさんが打つぞ、気をつけろ。なんや、あれ、ぷよぷよ避けたぞ。避けた、どうして。ぷよぷよってやつ、ただでさえベタとしてるのに、ベタベタしてるやつと、ベタベタしてるやつ、ぬるぬるしてるやつに、ぬるぬるしてるやつですか。触られた後だろ、おかしな菌がついたものなんて触りたくない。どうしてもって言うなら俺は棄権する。じゃあな。なんだか知らないけど、チャンス。よし、サクサさんがいないなら相手は弱い、行くぞ。おう、ピピピピー、試合終了です。今回はネガティブ&ポジティブチームの負けですね。プフ、ボロ負け、アハハ、ツモに入った。もうポジティブチームやん、ただの。サクサおらんし、サクサさんが抜けてからすっげえ弱かったな。バレーのルールも知らなかったからな、うちのチームもそうだが。おい、お前らバレーのルール教えるから次までに覚えろ。出た、王様節。いいか、よう聞け。そういえばうちのチームにもチーム名があった方がいいよな。2話ですね。じゃあ次3話いきましょう。これまだ見てません。つってももう1話2話もなんかもう内容忘れとったけどね。王様の中の王様、前回あったでしょこれ。前回のコラボの時に、マジか、海の中でバレーもめちゃくちゃやねんな。あ、海の中でボールの動きはどうなんだろうな。ブクブク、どういう原理、これ喋れよるけど、気にするところ、そこはそもそも僕らの呼吸とかバレー前に気になる。いや本当よ、は、海の中のボールの軌道が読めねえし、水の抵抗で体幹も鍛えられるんじゃ。やめて、頼むから正気を保って。そんな調子で俺たちに勝てるんか、誰。あ、誰だ。お、聞いて驚け、プワープアイランドに舞い降りたバレー王子こと宮アツムト。はっはっは、キングオブ魚王子じゃ。もう宮アツムのキャラがなんかもうめちゃくちゃになっとるな。王様に王子様をぶつけてきた、やるなあいつら。いやいや、キングダム王子っておかしいでしょ。勝利は俺たちウルウル半魚人チームがいただきや。第3試合、ウルウル半魚人チーム対
名もなき寄せ集めチーム、バシプヨヨン、バレー王子、バレーうまいな。おはなんかこの原作を知ってるものとしたらこの2人いいですね。ブラックジャックルの2人やね。俺たちの強さはこんなもんやないで。なんだと、お利口さんの影山くんにはぷよぷよ消すという発想はないようやな。お利口さん出ました。は、ぷよぷよ消す、いくで、ぷよぷよぷよよん。同じ量のぷよぷよが4つ並ぶと消える、パシュシュンぷよよん。うわ、どういう状況なんやろ今。消えたところに違うぷよぷよを叩き込むなんてどういう状況これ。バレしよるん、これしてないやろ。おまけにどのぷよぷよがボールになるのかわからないからブロックのしようがない。めちゃくちゃやな。バレー王子、これバレーっすか。いやほんとよ。うっさい、勝てば宮軍や。うん、勝てば宮軍。ははは、これで世のチームの勝利じゃん。やばい、相手のセットポイント。王子どこですか王子。うん、むむ、これはよう追いかけてきたお供の声。いつも音も来た。こちらへいらしたんですね王子。海の中まで探しに来た甲斐がありました。皆の者を今日はこのくらいで勘弁してやろう。さらばじゃ。王子お待ちください。じゃあパブリスたちも帰るね、バイバイ。どういう、こいつらおったん。ちょ、ま、はぁ、選手がみんないなくなっちゃったぞ集むだけになった。この隙に攻撃しましょう。ちありなんこれ。王やねえよ影山も。あ、おい卑怯やぞあんたが言うのかよ。オラどんどんトス上げるぞ。ピピピ、試合終了です。今回はウルル半牛人チームの負けですね。く、覚えてろよ。めちゃくちゃやな。もう半牛人強かったぜ。ん、何自分が戦ったみたいな顔してんだ。お前ただのボール拾いだろ。まだこいつボール拾いな。ぐ、いいだろ。よし次も頑張るぞ。チーム次も勝つまたチーム名考え損ねた。はい、ということで次、4話灼熱のいただき。いただきとは言ったけどさ、火山の頂上なんて聞いてないぞ。何ブツブツ言ってんだ。次の対戦相手のお出ましですわ。ザザザ、星海来た。よくここまで来たな。来たな。我々はラブリーパプリス軍団だ。ラブリー、ああちびっこの集まりね。やばいぞそれは、その発言は。あっちは全員小さいし、さすがに今回は楽勝じゃない。ダメだ、今までの試合見ただろう。相手に油断禁物だ。お、星海に油断しとるぞ。そうだ、星海さんは小さいがバレーはめちゃくちゃうまい。星海さんびっくりタイムか。いやいや、俺のこと舐めてかかれ、そして驚け。あーやっぱりね、間違いなく油断してはいけない展開ですわね。絶対に油断すんなよ。油断せんのかい。油断しろよ。第4試合、ラブリーパプリス軍団 VS 名もなき寄せ集めチーム。それダリャーダリャーとか言わんやろ星海。バシューぷよよん。おい、あっちのチーム動物も合わせて全員バレーがうまい。え、俺ここに来て初めてバレーの試合を見てる気がする。ここに来れてよかった状態やないん、ひなた。あのリスひなたよりうまいんじゃないか同感。照れちゃう。感心してんだよ、このままだとまずいぞ。なあなあ、ずっと思ってたんだけどさ。あ、ネット持ったやつや。またまたものすごく嫌な予感がする。聞きたくない。いいじゃん。なになに、あのネットってやついらないんじゃないか。マジ発想が新しすぎる。ネットを取る、バレーから。確かにいらないな。俺も常々そう思ってたところだ。さっさと外すか。合点ですわ。あー、だから言ったのに。はっ、タイムアウト。俺に勝つための秘策がある。タイムアウトは知っとやな。ふう、ネットがなくなってすっきりしたな。おい、なんか伊達子のユニフォーム着てんぞこいつ。俺らの特技はと、ん、網だからな。ネットを持ってると落ち着くんだ。これがバレーのユニフォーム。袋大の服着とる。気合が入るぜ。いつの間にか着替えてる。猫マー、これも勝つために必要な作戦のうちの一つだ。ん、カラスの着とるやんこいつ。ネットがないと空も飛びやすいですね。ネットが関係ないやん、空飛べるなら。ボールも思う存分叩き込めますわね。こいつもカラスのか。よくわかんないけど、みんな気合が入ったみたいだな。は、ネットがないとなると、ルールはどうなるんだ。気づくの遅いよ、王様。ちゃんと集中して。おら、行くぜって、星海もそれでいいの？星海のジャンプ力も意味なくなるけどね、ネットなくなったら。星海さん、ネットがなくなったの全然気にしてね。なんで？どりゃー。蹴散らして差し上げますわ。バシドシブヨヨン。完全に点が決まるからアウトになるぷよぷよも多いな。俺も大忙しだぜ。あ、ボール拾いやけね。まだだ、まだ足りん。え、あの声。
足りないってどういうことだ、いただきに行くために何か足りないっていうのか。こうなったらやむをえん。うわ、ワープした。お前たちの力はこんなものではない。何この声。え、おっさんの声、みんなにも聞こえるの？一体どっから聞こえてくるんだ。さあもっと試合するのだ。終わった。星海おらんくなったけど。エピローグ最後やん。もうお前たちの力はこんなものではない。さあもっと試合をするのだ。誰だか知らないけど偉そうだな。もういい加減帰らせてよ。どちゃ。お、みんな集まってきた。はっ、ここどこやねん。またあれでバレーするのかよ。なんだなんだ、試合中だったろ。みんな来た。どうだ、耐えれるかな。ぷよよん、どしーん。うわー、なんだこれ。お邪魔ぷよが大量に降ってきた。お邪魔ぷよのことみんな知っとんかな。とにかくバレーして消すしかないらしいな。いや、早いな、考えるのが。こっちも行くで。このままだとお邪魔ぷよに埋もれてまうわ。お邪魔ぷよという言葉ももう使えるぐらい。それは勘弁。行くぜ。あ、これでみんなであれするんかな、協力。さすがにユースに選ばれるだけのことはあるって感じ。まだまだ行くで。ぷよぷよでいっぱいになるのはそっちや。確かにあっちは全員がうまい。あ、相手か、ミア、アツムたちは。けど、おーい、あっちのチームは全員がバラバラに消してる。チームワークでぷよぷよを投げ込むんだ。なるほど。ちょいちょい、なんかかっこいいこと言ってるけどな、勝つのはこのミア、アツム率いる最強チームや。はぁ、何言ってんだ、星海、高麗率いる最強チームだろ。ええやないか、ちっちゃいやつやな。あん？どうでもいい、ベチャっとしたやつ気持ち悪い。サクサ節。おい、相手が喧嘩し始めたぞ、今のうちに。喧嘩やない、黙っとけ。お前らチーム名もないやろが。ほんとやん、チーム名ならある。いいか、俺たちは烏野高校バレーボール部の愉快な仲間たちだ。だ、あ、だっていう鍵山も続いたんや。はあ、なんやその取ってつけたような名前。ウルール半魚人チームさんに言われたくないですけど、本当やね。なんやと。全くこんな急ごしらえでチームワークなんてあったもんじゃありませんわ。それでもわしらはぷよぷよの扱いなら負けません。せい。よっと、ぷよぷよの新しい遊び方が見つかったのはいいけどな。どうだ、みんなボールの扱いがめちゃくちゃ上手くなってる。俺様たちの魂の叫び、ぷよぷよボールにぶつけるぜ。うりゃ、こいつなんか僕とに見えてきた。ぷよ勝負なら受けて立つが、させられるのは気に食わんな。ふう、今のうちだ。ひなた、行くぞ。おっしゃ、影山、俺にトスあげろ。な、コート外のメンバーが。この際、ボール拾いがアタック打つくらいいいでしょ。いや、もう何でもありやけね。もういいよ。おお、かっけえ。スパイク打つモーションになった。よっしゃ、行けー。ぷよーん。キーン、キラ。あじゃ、ホームランやね。ホームラン勝負とちゃうぞみたいになっとばい。ひなた、このボケ。うわー、ごめんて。キラ、ぷよよーん、く。ひなたの打ったぷよぷよ何かに当たってない。お、よもや私の居場所を突き止めるとは。あー、またしないやつ来た。完璧に隠れていたはずだったが、なかなかやるな。おっさんと同じ声。お前が声の正体だったか、いかにも。お邪魔ぷよの中に落とした宝石を探すために、ヒデンたちを丸め込み、試合させていたのだが、どうやらその企てにも気づかれていないらしいな。初めて知ったぞ、そんなこと。全部自分で喋ったな。え、いただきが見たいのならついてこいってのは？いただき？宝物をいただくための知識が得たいのならとは言ったが。言った？聞き間違いかよ。あー、確かに、全部言わんかったもんね、こいつ。それで、いただきの景色値、勘違いしたよ、俺もひなたも。しかしもういい、目的のものは手に入った。ではさらばだ。ぷよぷよぷよよよ、どっしん。うわ、やばい、すげえ数のお邪魔ぷよ。早く消さないと犯人を追いかけられませんわよ。そういう使い方できるんや、お邪魔ぷよ。一人だけ休んでんじゃねえぞ、ボケ。わ、分かったて、今行くよ、っこらせ。ひなた、だ、行くって、気が短すぎるだろう。目的は果たせたが、少しは楽しめたな。また別の機会にも役に立ってもらおうとするか。ふっふっふ。もうぷよぷよ拾いはコリゴリだ。いただき、ぷよぷよバレーおしまい、終わった。ということで、いただきぷよぷよバレー終わりました。今回はですね、いただきぷよぷよバレーが終わったというところで終わりにしたいと思います。ガチャ動画も上げてますんで、そちらも見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。ということで、本日もあざした。SNS の告知です。ほぼ毎日ブログ更新、週1でインスタ更新、ツイッターやってます。動画の情報など先出ししてますので、フォローよろしくお願いします。